おはようございます。釣り子 TV です。勉強不足でごめんなさい。こんないいものが世の中に転がってたんですね。ちょっとね、感動して2袋も買っちゃったんですけども、川崎の方にですね、ブンブンのお店ができていて、ちょっといつかやタイミングがあったら寄りたいな、なんて思ってね、それでブンブンに行ったところ、これブンブンのオリジナルブランドですね。このなんて言うんだろう、この GA ってね、このビッグベイトとかも出てる、ワームとかね、いろいろ出ているブランドだと思うんですけども、そこからガマカツのこの大好きなですね、エリートツアラーのなんというかナノスムースコートのモデルってこうやって出てたんですね。しかもお得用とか思ってね、思わず、ちょっとお気に入りの番手2つ買っちゃったんですけども、まあこれだけ入ってまあなんというか1500円っていうことですね。10本入りなのかな、13本入りなのかなとかこう書いてありますけど、50番がこれは、13個入ってて、60番が、10個入っているのかなということで、これワーム34ってね、大人気カバースキャットとかをね、使うのに非常に適してるよって言われてる針ですよね。でそれのまあ結構この50番が推奨されることが多いんですけども、自分なんかねこのね60番だとブルフラットの釣りとかにもね、まあ薄くてそのスイミングさせる平たいワームの時、あとはまあ細長い系のワームの時にねよく使うかなっていうことで、で何かと思っているとカバースキャット以外にもちょっと大きめのゲイリーワームをね操りたい時もこの、50番、そしてね60番のこういったナローゲーブの針っていうんですかね、こういうのがねすごい役立つので、その中でも特になやつが、圧倒的貫通性のナノスムースコートに、防塵効果をプラスしたナノアルファ仕様っていうことで、これ買うしかないでしょって、こういうの売ってんだなね。なんだろう、エリートツアラーってナノスムースコートとは施されていない針だと思うので、ナノスムースコートってまあこのフッ素加工みたいな感じのねツルツル仕様の針ですね。これ施したやつあれば絶対売れると思うのにと思ったら、こういうね感じで売ってたんですね。いやー、関西の方とかそんなの当たり前だよっていうね感じなのかもしれないんですけども、よいよいよ、おいおいおい、すげえ欲しかった感じの、ベンドの、すごい欲しかった塩の針買えたぜと思ってね、大喜びで今、カメラを回しておりますね。これがね本当ナノスムースコートを施していなくても、すんごいかかりがいいんですよね。ちょっとね記憶違いがあったら、ごめんなさいなんですけども、清水森蔵プロが米国のツアーにね、参加していた頃にね出た、針じゃなかったかなっていうね、形とか、非常にテストして吟味されて、登場した針だったと思うんですけども、で近年のねカバースキャットをこう底付近でねズズッとね転がすゲームね、あれね関東でも結構当たりが出て、すごいね面白い釣りなんですけども、そんなのまあ例えば自分なんかだと牛久沼に行った時とか、あとはねそれ以外のまあ房総リザーバーなんかでもあの釣りめっちゃ効くんですよね。なんかね、関西で流行ってるからでも関東ではどうかななんて思って、ボリューム感もね結構あるしなんて思って、ただねやってみるとめっちゃ釣れるっていうね、そういった釣りね、そんな時に使うのがこのね、ワーム 34R っていうね番手の針ですよね。針なんかだとね最近エンジンのスーペリオフックっていうのがね、好きでよく使っているんで、ただねスーペリオフック作ってはいるみたいなんですけども、こういうちょっと太くて、大きい番手っていうのがなかなか出てこないんですよね。今年も釣りフェスティバルとかね、フィッシングショー大阪とかがあったから、なんだろう、エンジンの針のシリーズで、大きい番手出ないんですかなんて言って、
まだねもうちょっとなんだよねっていう感じでね、聞いてたので、ここら辺の、まあ、大きかったりそのちょっとね、細長いワームに対応したような形はこのねガマカツのね、やっぱエリートツアーラシリーズで、まあ、これ以外にもね本当いろんなメーカーからねいいこの手の形の針は出てると思うんですけども、まあ、信頼と実績、ガマカツ、しかもこのねブンブンで売っていた針だと、あのスムースコートもね採用されちゃっているっていうことで、タイミングとしてはね去年なんかもう本当この2月ぐらいの後半にね、琵琶湖の遠征に行って、あのフープの原さんとかとね、でこの針のねその時はね5番でずっとやっていて、なかなか釣れてなくて、これがねみんな6番をね、使い出して全体的なちょっとしたね重量をね上げたりしたところら辺から、俺以外のね周りの人がね、みんなバッタバッタと釣り出してね、俺もね同じ針使ってた、その時はね乗っかれなかったんですけども、最終的には60アップぐらいまで出たかな、なんだろう、おかっぱりでディーパーでこういろんなね地形変化とか探して、で最終的に、まあ、この針のねナノスムースコートでないオリジナルのものね、これにカバースキャットをつけた周りの人が、めちゃくちゃ50アップとね最終的に60アップまでおかっぱりで釣っちゃったっていうね、思い出の針なんで、その後自分もですね、いやあの時いっぱい買っといたあの針、そういえばねあのブルフラットにどうだろうなんてね、こっちの6番サイズで 4.8 のブルフラットとか組んでね、なんだろう、ちょっと中層を泳がせつつこうフラフラと、蛇行させつつみたいな釣りの時にこの60番ね、非常によく効いたなっていうね、あとはヤマタヌキのでっかいやつね、あれをね使っていろいろ釣りした時なんかは今度こっちのね、50番がジャストフィットだったかな、まあ、結構ワームによってね、ぴったりの、ね、サイズは微妙にこの違いでもね出てくると思うんで、2つね、50番と60番しかもねお得ないっぱい入ってる仕様で買ってみました。いやさすがねやっぱブンブンってね一度行くとねなかなかお店から出れないですね。いや今日はねお財布の紐固く締めてね、そんなにお金使わないぞ、っていうつもりで行ったんですけど、気がついたらこの2つだけ買っただけでもうね、3000円近くになっていてねちょっとびっくりしたんですけども、ただこれはまあ使うもんなんで、またちょっと足りなくなったら買いに行こうって思った次第であります。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、川崎のブンブンね新しくできた店舗ですね、行ったところ大好きなですねエリートツアラワーム 34R シリーズのナノスムースコートモデルね、お得パックこれが買えちゃったぜって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。